ナミさん、なんか毎日動画を送っていただきまして、私はねサブチャンネルの開発にどんどんねのめり込んでいるわけなんですけども、おかげさまで420名を超えまして、チャンネル登録の方が。で、今週終わったら20日ぐらいからまたメインチャンネルに戻れるんですけども、なんかねここまでサブチャンネルを使ってくると、なんかサブチャンネルもなんかね使っていきたいなって気持ちになりますね。まあサブチャンネルはサブチャンネルなんか考えましょうかね。目が痛くなっちゃった。深夜ですからね、ちょっと目も痛くなりますけども、はい、ナミさんもいつも動画を送っていただきましてありがとうございました。今回はね、体のステーキングの報酬が付与されたよということで動画を送っていただきましたので、こちらの方もね速稼塾の更新情報、更新案内に、早速ね明日流させてもらいますと同時にね、ステーキングプールを作ってらっしゃるリピさんからもメッセージが届きましたんで、こちらの方もまたね更新情報で連絡させていただきますということで、2017年前後は体のエダの放送を中心に私お送りしていたんですけども、またね4年越しに体のエダの情報が満載の速稼塾の、動画放送が今回ね多いなというところでございます。もう体の盛り上がってきましたね。2017年当時は体の情報発信してる人は非常に少なくって、でその少ない中でも当時発信した人はほとんどいなくなっちゃってね、最近思い出したようにやる部分もあるみたいなんですけども、継続してやってらっしゃる方って私が見るところ、まあそうですね、翻訳 YouTuber の渡辺瑞香さんくらいしか見当たらないなってことでございます。まあ体の枝の魅力ってのは数え上げればキリがないんですけども、私たち投資家としてはね儲からないといけないんで、プロジェクトの意義も大切なんですけどもね。だからこのステーキング報酬ってのは本当に分かりやすいなと思いますよね。で今回ナミさんもねステーキング報酬付与されたということで、まあ安心して見ておけるなっていうことと、あとはねもう送金して現金化の方法も分かっていらっしゃると思いますし、あと税金のこともねちゃんと計算できてると思いますので、本当になんかカルドネーダのなんかスペシャリストなんじゃないかなと思います。私はまだねこれからまだ体のエイダのことを勉強していきたいなと思いますし、ステーキングプールもできれば運営できるようになったらどうかなと思いますので、最近興味が出てきたんですよね。まあ何にしても今はね、ナミさんを中心に送っていただいた情報をより多くの人に届けることによって体のエイダっていうものをもっともっと人気にしていきたいなと思うばかりでございます。今後もよろしくお願いします。